一村正近は日本の俳優、声優。身長170センチメートル、体重60キログラム。所属事務所は堀風呂。埼玉県川越市出身。父親は川越のローカル月刊誌、武州新報を立ち上げた新聞記者で、母親は飲食店を営んでいた。子供の頃は母親に金をもらい定食屋に行き一人で夕食を食べ、その店の向かいにあった。 映画館で過ごしていると父親が迎えに来て、そのままの屋に連れて行かれ、奥で寝ていたという。電線を拾い集めてはくず屋に売って、小遣いを稼いでいた。川越小学校埼玉県、川越商業高等学校卒業。舞台芸術学院卒業後、西村明の月き人を3年間務める。1973年、劇団式。 イエス・キリストイコール・スーパースターの派役を狙ってオーディションを受け合格。後にヘロデ役を獲得してデビュー。翌年、正式に劇団四季へ入団。エクウスでは全裸での演技が話題となった。オペラ座の怪人では主役のオペラ座の怪人を演じるなど、1980年代の劇団四季を代表する看板俳優となるまでに至るも、1990年に 同劇団を退団。退団後は、ミュージカル、ストレートプレイ、テレビドラマ、ナレーション、一人芝居など様々なフィールドで活躍。名ミュージカル俳優と称されるほど演技水準は高く、ミス・サイゴンで演じたエンジニア役では、世界一のエンジニアと言われるほどのエンターテイナーぶりを見せた。1984年、劇団式の女優、八重沢真美と結婚したが、 2003年5月に離婚。1989年、第40回 NHK 紅白歌合戦に歌手として出場した。この時の曲は、オペラ座の怪人。2001年に、彩りの国シェイクスピアシリーズの、ハムレットで、ハムレット役を演じた際、共演した女優の篠原良子と知り合い、2005年12月8日に、結婚。 2008年5月に第一子となる長男が誕生。2012年2月に第二子となる次男が誕生。2007年4月、長年の功績を称えられ、四児法賞を受賞。2008年4月、TBS 系の番組、ザ世界遺産のナレーターに起用される。2014年7月、初期の遺願により出演中だったミス・サイゴンを交板。大役は、 加計としおんが務めた。また、主演予定だった、テレビドラマ、親父の背中最終話も降板し、大役を、小林隆が担当した。2015年9月、舞台、になは、マクベス出演中に、右膝半月板を損傷。降板せず、公演終了を待って10月21日に手術を、実施。十一月上旬に、ミュージカル、スクルージの稽古から仕事復帰。 2021年7月24日、篠原良子との離婚を発表。長男と次男の親権は市村が持つという。出演順は、出演順、出場者数で表す。ありがとうございます。